時間あるし、なんかいろいろ喋ってもいいかな。あ、なんか、ね、使えそうなトークが出たら。そう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 、別日にね。なるほどね。すごい、やっぱり僕二人とも YouTube 慣れしてるから。いやいやいや大丈夫ですよ。犬伏さんの話、じゃあ今日ちょっと今日は犬伏さんを掘り下げる。掘り下げんな。何を掘り下げ。勝ってるだけって感じなんですけど、そんな感じです。あとゴルフもちょっといろいろやった時期はあったんですけど、1年くらいやったけど、結局ちょっと手が痛くなってやめちゃいました。そうなんですよ。でもね、ゴルフやってた時は軽なの音が良かったんですよ。体調的に良かったんですよ。体感を意識するから。体感ですね。そっちですね。明らかに違いました。体感やっぱ大事だよね。ギターでも大事なんですか？めちゃめちゃ大事。やっぱ体感がしっかりしてた方が、なんというか腰のある音が出るというのか。なんかやっぱりこっち指先に力入ってるとダメで、体感で弾くって意識じゃないと。ギターもやっぱり体幹必要なんですね。大事。やっぱ体幹がしっかりしてないと肩とかに力が入っちゃって、で肩とかに力が入ると大きい音が出てもなんか硬い音になったりとかしがちなんだよね。あ、多分ケーナも同じだと思うね。ケーナ奏者のいろんな人見てると、そのやっぱ体幹がしっかりしてて肩とか柔らかく使えると音も柔らかくなるけど、こう肩が力が入っちゃってる人はなんか音も硬くなりガチみたいな。ああ、確かに。人はあると思う。で、あのほら合気道とか、よく合気道じゃなくて何でしょう、古武術、うん、あるじゃないですか。あれとかなんか少しやったら、ああ、変わるんですか、ね、いいかもしんないと思って、この一時期太極拳の教室行ってたことあったんで。どうでした？ああ、今日多分影響が出るほどはなんだろう、やってないからなんとも言えないけど、そのぐらいから古武術関係の本とか結構読んで、まあしっかり研究してたってことではないけど、そのまあエッセンスが少しは役に立ってるんじゃないかなとは思ってる。ああ、なるほど。なんかでもほら、犬伏さんって結構昔からなんかギターのためにギターに関係ないようなことをやったりしてたじゃないですか。そうだっけ、全然覚えてない。なんか昔犬伏さんち行ったら、ボーマニズム宣言があって、漫画。あ、そんなあったっけ、これ。で、何ですか、これ面白いんですかって言ったら、こういうのが演奏に役に立つんだよって本当に言ってたと思うんですけど。覚えてない。覚えてない。いや、まあなんか関係ないとこなんか結びつけて考えてみるとかいうのは、まあ昔からやったと思うけど。なんかそんなイメージありますよ、ね。だからあれ何年前ですか。僕はまだほら、まだ大学生の頃ですよね。全然覚えてない。なるほど。大学で何年違い？五年？かな。五年。じゃあないかな。同じ時には在学してない。僕は留年してるので在学してるという。え、留年は1年ですか？そう、留年1年、休学1年。あ、じゃあ6年間いたから、そう、そうですね、じゃあやっぱ5年中間ですね。1年の時にボリビア行ってますもんね。そう、ボリビア行って、そう、あの千田さんがね、千田さんがボリビアに行くのに犬伏さんがついてったと思ってたんです。逆あの、まあ、当時 の先輩の千田さんっていう方が、それで、あ、犬伏さんが行く、およそ300メートルで一人で行く予定だったのが、なんか津田君が、いや犬伏さん僕も行きたいですけどって、あ、じゃあ行こうかみたいな、でなんか一緒のアパートに住んでて、間もなく右方向、あれですよ、右方向です。そこかちの、バホそこかちの、あのあそこに住んでたんですよね。あのビキさんが持ってる家、あの崖のとこ、自分も一時期住んでました。あれ僕が泊まったとこはそこでしたっけ。いや、そこではない、また全然違うところで。そことは違う、そこも昔ホセが住んでたんだよ、ホセと海と住んでたんだよって言ってました。ちなみにその南米って
その1年間、まあ、留学っていうんですか、音楽留学ですよね、まあ、ある意味。まあ留学、学校行っては行ってたわけじゃないから、まあ留学というか、ほっこなんだろう、プラプラしてる感じ。それって1年間で結局どのぐらい、あれですか、生活費かかったんですか当時。いや、俺はね、1年はフルでいなくて半年ちょっとぐらい。ああ、どのぐらいかかるで、公費込みで俺多分60万円ぐらいから使ったのが。え、そんなんなんですか。まあ、結構節約はしてたけど。だって半年で、渡航費って往復で10、その時15、6万ぐらいだったから。ああ、じゃあ月5万ぐらいで過ごせるってことですか。そしたら5万が、うん、まあ今は分かんないけど、1999年当時の、まあ、換算レートで、まあ、そのぐらいでも別にまあ不自由なくは、まあ節約はしてるけど、それなりには。ちなみに犬さんが言ってた時は、うん、ほらギターの練習、うん、もそうですけど、はい、ステージにも立ってたんですか。あ、まあ途中からって感じで、まあ出させてもらったみたいな。で、その時は、うん、誰のステージ、誰とか誰が教わってたんですか。教わってたことが結局ほとんどなくて、なんかそのミュージシャンが集まる店とかになんか顔出してるうちにだんだん、まあ、仲良くなって、お前ギター弾いてくれよみたいな感じになったりとかで、なんかよく一緒になんか遊んでもらったとか、まあ、演奏もさせてもらったりしたのが、エルナン・ポンセっていうパーカッショニストの人がいて、まあ、ちょっと残念ながら最近結構亡くなられたんだけど、この人がなんかグループやりたいからちょっとギターやってくれって言うんで、割とその関係でいろいろ演奏したかな。じゃあ何か技術をどっかで教わってたとかってなくて、普通に、うん、なんかそのレッスンも何回か受けたけど、あ、はい、結局なんかそのギターのテクニック自体のレッスンみたいなのは別にどこ行っても変わんないわけで、テクニックで、このそのリズムとかノリとかっていうのは、まあ、習得したいんだけど、なんか向こうの人は普通にやってるからあんまり、なんだろう、教えるって感じじゃないんだと思う。なので、まあやってるうちに覚えた方が手っ取り早い。なんか僕も昔犬伏さんに、どうやってワイニョを弾いたらいいんですかって聞いたら、ワイニョの曲を 100曲聴けって言われました。うん、それが一番手っ取り早いと思う。聞かなかったですけど、結局そんなやってらんないと思って、うん、いや、でも意味はすごいですよね。なんかね、ちょっとずつ違う中のなんか共通点を見つけていく感じ。あれ、もともとギターはやってない。やってない。大学に入ってフォルクローレ愛好会に入って、大学に入ってギターやってる友達がいて、なんとなく面白そうだなと思って、ちょっとなんか教則本とか見ながら禁じられた遊びとか練習して、その後にフォルクローレ入ったね。フォルクローレ入ったのは大学2年かな。そうなんですか。でもギターやるんなら、うん、いろんなサークルあったと思うんですけど、なんでフォルクローレ。まあそのギターが、友達がギターマンドリングでクラシックギターをやってたんだけど、まあ なんかあんま面白そうじゃなかったかな、うん、でフォルクローレのなんか街頭演奏が、こっちの方が全然楽しそうだなと思って、うん、じゃあその演奏を聴いて、うん、ギターやるんならこれがいいって言うのが初めて。まあ、てかあんまり音楽に興味なかったんだけど、その子はフォルクローレを聴いて結構初めてグッときたというのかな。で、まあ、ケレナがすごいいいなと思ったんだけど、たまたまその時持ってたのがギターだったんで、まあ、ギターやるかぐらいな感じで。あ、そういう感じなんですか。別に
その要はフォルクロールがやりたかったっていう、まあそういう感じですね。海ホタル、初めて来た。海ホタル乗りますか？どっちでも。なんか寄る時間ありますか？全然あります。1時間以上あります1時間行っても大丈夫。なんかまあ結構混んでるイメージがあったからちょっと早めだったんですけど、なんか全然車いないですね。